では、お名前と、背番号、そして地元の名物を、はい、お願いします。背番号11番上田大河です。地元の名物は三重県尾鷲市の尾鷲ヒノキが、名物です。三重県尾鷲市ご出身ということで、はい、尾鷲の方では尾鷲ヒノキを使った建物だったり、はい、そうです、はい、風呂であったりありますよね、はい、なぜ尾鷲ヒノキなんですか？小学校の時に校外学習で、はい、あの尾鷲ヒノキの建物で作られたあの熊野古道センターって行って、はい、ああそうですか、はい、ちょっと歴史とか学んで。ってことは熊野古道ももちろん歩いたことはあります。焼き山とか。焼き山とか、はい、そうです。ちなみに野球は何歳から始められたんですか？小学校1年生の頃から。きっかけは何ですか？まあ、家でプロ野球を見ていたっていうのもあるんですけど、まあ、その友達、小学校の仲いい友達とかが始めるってなって、まあ、一緒にやりたいなっていうので始めました、はい、あれですか、ご家族の誰かが野球好きでみたいな感じですか？で見てたっていうのは。あ、そうです、はい、親が阪神ファンで。ねえ、三重県は結構阪神、こうね、中部地区って言われるからドラゴンズファンも多いんですけど、阪神多いです、ね、多いです、結構多くて。で、まあ大学入って、まあ、ドラフト2位でライオンズにも決まったわけですけども、ドラフトは当日はどちらでご覧になってました？学校の中で、はい、あの中継つないで、野球部全員と、はい、まあ、関係者と、はい、まあ、一般生徒が結構見に来てくれてて、午前中とかどんな気持ちで過ごされてたんですか？ドラフトの時間まで結構間あったんで、朝から、はい、なんであの後輩たちの新人戦見に行ってました。ちゃんと落ち着いて見れるもんですか？それともそわそわしながら？いや、もう全然試合に集中して。おお、そうですか。はい、いいなみたいな。あのいいなってどういうことですか？あのピッチャー、後輩のピッチャーが、あ、こいついいなとか、あの使えるなっていう目で見てました。じゃあちょっとリラックスして。そうですね、もうちょっとキャプテンとしてあのチームのことを、まだ大会残ってたんで、あのリーグ戦ベンチ入れるメンバー。大学でキャプテンやるんですか？はい、そうです。で、まあ、夕方5時ぐらいからですよね、ドラフト。そうです、はい。2位で呼ばれました。はい。2位で呼ばれた時の心境はいかがでした？最初、本当びっくりして、もうライオンズから、まあ、指名ないと思ってたんで。あ、そうなんですか。はい。もう正直ないと思ってて。あ、じゃあまずライオンズに呼んでもらったことが驚いた。そうです。もう本当に、多分中継の映像とか、まあ、自分でも見て思うんですけど、え？みたいな顔してるんですよ。なんで本当にめちゃくちゃびっくりしました。ライオンズさんですかと。はい。実感は今はもう湧いて。結構そうですね、湧いてきてるんですけど、まだでもジャージなんで、はい、ユニフォーム着たらもっと実感が湧くと思います。じゃあ、サンクスエースター昨年11月行われました、はい、ユニフォーム姿でした、はい、ちょっと実感っていうのはその時はありました。そうですね、その時はあったんですけど、こう11という背番号、これもライオンズでもう本当にこうエース級のピッチャーが皆さんつけてきました。こう11という番号に関してはいかがですか？めちゃくちゃプレッシャーというか素晴らしい番号でもらえると思ってなくて、あの11番って言っていただいた時は本当ドラフトぐらいびっくりしました。本当に。でもそのプレッシャーはどうですか？こう自分的にはよっしゃって生きながらやれるタイプですか、それともちょっとプレッシャーは僕ちょっとメンタル的にはっていうタイプなんですか？もうめちゃくちゃ気合入ります。よっしゃってなる。大舞台とかやっぱりこう楽しめちゃうタイプ。めっちゃ好きですね。ってなるとですね、やっぱりまずはしっかり一軍の戦力になるってことで、まあ、新人合同実習始まっております。本当いい調整というか、はい、あのなんていうんですかね、自分のペースでしっかりやらせていただいてるんで、本当怪我しないようにと、あのその中でもやっぱりあの体の使い方とか鍛えないといけないところをやっぱり丁寧にやらせていただいてるんで、そこはもう本当になんていうんですかね、何不自由なく、もう本当毎日毎日が充実していい練習が遅れてます。では最後に、ファンの方にですね、改めて自己紹介も含めてメッセージをお願いいたします。はい、背番号11番の上田大河です。1年目からチームの勝利に貢献できるように一生懸命頑張りますので、共にリーグ優勝日本一目指して頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。